大谷翔平選手のまさかの電撃結婚発表が世界を揺るがせています。2月29日に大谷選手は自身のインスタグラムで結婚を発表。新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが、2人で力を合わせ支え合い、そしてファンの皆様と共に歩んでいけたらと思っております。まだまだ未熟な点も多々あるかと思いますが、温かく見守っていただければ幸いです、と胸中を綴っています。海外を含めてどのメディアからのリークもなかった衝撃の発表は瞬く間に世界に拡散。 SNS は大谷翔平一色となり、日本ではもちろんトレンド1位に。投稿時に午前0時だったアメリカでもトレンド入りするほどの衝撃を世界に与えました。そんなお祭り状態の中、米メディアが大谷選手のこの結婚報告がありえないと一蹴したことで大きな注目を集めています。おめでたい報告に水を差すようなこの発言の意図は一体何なのでしょうか。今回も大谷選手に関する最新の海外の反応を紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただき、あなたの考えをコメントで教えてください。それでは参りましょう。大谷の突然の結婚報告に世界中が熱狂も米メディアが困惑。正直ありえないよ。前日に日本人女性との結婚を発表したドジャースの大谷選手は29日、キャンプ地の米アリゾナ州グレンデールでの練習前に会見を行いました。報道陣の祝福の声から始まった会見。結婚相手について聞かれると、まあ日本人の方ですね。入籍日は特に言わなくていいかな。至って普通の人というか普通の日本人の人ですね。正確な日付はわからないですけど、初めて会ったのは3、4年ぐらい、3年ちょっとかな、と笑顔で回答。 FA の判断に奥さんの影響は全くなかったようで。それは全くなかったですね。彼女自身も僕の意見を尊重してくれていますし、そこは野球とは別のところなので、どこに行っても来るという感じだったので、そこは関係なく自分がどこで野球したいかが一番だった、とコメントすると、このタイミングでの発表については、シーズン中より入る前の方が自分自身もそうですし、トータルで見た時に入る前が一番ベストだったというところと、時期に関しては書類のいろいろあったので整理しないといけないところが、時期的にもう少し早めにしたかったところはあるんですけど、そういう関係で少し伸びて今日になったという感じですかね、と真意を明かしました。発表しなくてもよかった中でアナウンスしたのは、というメディアらしからぬ発言には、一番は皆さんがうるさいから、しなかったらしなかったでうるさいですし、今日まずここで発表して野球に集中したいなっていうのが一番ですね、とズバッと言ってのけた大谷選手。この発言にはファンからも、さすが大谷君、正直だね、もっと言ってやって、ほんとそれ、メディアが追いかけ回すからやろ、と大谷選手の対応力に称賛の声が並びました。このように日本のメディアから結婚の詳細について注目が集まる中、米メディアからは今後の調整について質問が飛びました。開幕までに50打席立つことを目標とする中で、現状では何打席ぐらいか、と聞かれ、20ぐらいだと思うので、もうすぐ50は多分超えるんじゃないかなと思います。継続して強度を保って多めになる分には構わないと思っている。できるだけいい調整を続けたいと思います、と大谷選手が日本語で回答。しかし英訳しようとした水原通訳が言葉に詰まり、最初の方何でしたっけ、と大谷選手に聞き返す一幕も。いつもは淀みないやり取りを展開する水原通訳の珍しい場面に、周りからは笑いが起きていました。大谷選手が苦笑しながら、20打席ぐらいしているので、と答えると、 OK です、と今度はスラスラと英語で伝えていました。もしかしたら電撃結婚報告で一番緊張していたのは水原通訳なのかもしれません。ネット上では、大谷さんご結婚おめでとうございます、女性とのことばかり聞く日本のメディアが軽くあしらわれているのが印象的な会見でした。海外のメディアの方はユーモアと野球のことを交えて確認していて、質の違いを感じました。お二人が静かに暮らせるように追い回すことだけは避けてほしいものですね。一緒にいて楽しいですし、ずっと一緒にいることが想像できた。これすごくわかります。好きでもなんとなくずっと一緒にいる未来が想像できない人っているんですよね。なんだろう、
大谷選手は本当に言葉のチョイスが普通なのに、すごくストレートに心に響く。大谷選手ともなれば、よりどりみどりで多くの人が寄ってくると思う。なのに、はっきりとそう思える相手に出会えて、本当に良かったですね。おめでとうございます。と、大谷選手への称賛の声と祝福の声が上がっていました。球界最高峰といわれるメジャーリーグで、あまたの金字塔を打ち立ててきた大谷選手。前人未到といわれる投打二刀流での挑戦を続けてきた大谷選手の野球に対してのストイックさはあまりに有名です。その過程においてプライベートは全くと言っていいほど感じさせなかったとあって、衝撃の一報に日本だけでなく米国や英国でも大きな驚きに包まれました。野球情報が頻繁に飛び交っているわけではない英国の公共放送 BBC は、野球界のスーパースターである翔平大谷が結婚したことを発表し、日本を中心にソーシャルメディア上は熱狂のるつぼと化した。ドジャースのスターである彼は私生活を厳重に守ってきただけに、この発表は衝撃的だったと報道。多くの日本人にとっての恋人がもういないことに心を痛めている人もかなりいるとも伝え、日本国内における反響の大きさを伝えています。同じく英国の日刊誌デイリーメールも、大谷選手のプライベートに関して、野球から離れた時間をどのように過ごしているかについてはほとんど明かされなかったと紹介。その上で、大谷の人生に多くの人が興味関心を抱いているが、そこを執拗に迫られることはない。それは一挙手一投足がトップニュースとなる彼の功績が日本にとって国の誇りとなっているからだと綴っています。米国でも結婚を祝福する報道がされる中、何よりも驚きを呼んだのは徹底された情報統制でした。ロサンゼルスを拠点とするスターのプライベートなニュースが一切漏れなかったのは、周囲の協力なしにはありえないことです。故に米メディアも脱帽。フルスエンゼルスの専門ポッドキャスト番組ビヨンドザヘイローは公式 X で、何よりもワイルドだったのはメディアの取材対応に追われる大谷が情報を秘密にし続けた能力だと論じています。また米老星タイムも、大谷選手のプライベートの秘密を守り抜く能力にクローズアップ。大谷は今や日本で最大の著名人であり、その私生活には常に好奇の目が向けられてきた。しかし彼はスキャンダルやタブロイド紙とは無縁で、常に野球一筋である。彼のような生き方は普通の人間にはできない、ありえないことだと、世界中で寵愛されるひたむきな姿勢を絶賛しました。名門ドジャースでの活躍が期待される今シーズンは、重圧もこれまで以上に増えるでしょう。その中で心強い伴侶を得た大谷選手は、いかなる活躍を見せつけるか、その一挙手一投足に熱視線が注がれます。ネット上では、デコピン一匹でも大騒ぎだったのに、何の前触れもなくさらっと結婚報告するあたりが大谷さんらしくていい。3年間お二人ともメディアに見つからないように細心の注意を払ったりしていただろうが、その神経を使わなくてよい環境になり、さらに大谷さん活躍するのでは、期待しちゃいますね。結婚おめでとうございます。これまで野球一筋だと言われ続けて、女性の影さえ全く見せなかった大谷君、この電撃結婚を予想できた人は誰一人としていなかったのではないか。もちろん一平さんなど周囲には知っていた人はいただろうけど、ここまで漏れなかったのは本当にすごいと思う。そんな大谷君が、みんながうるさいからとこうして結婚を発表したのだから、メディアはこれ以上騒ぎ立てないであげてほしいね。奥さんとデコピンと静かに幸せに暮らしながら、今季も大活躍してほしいと、大谷選手の人間性に称賛の声が多く上がっていました。そんな大谷選手に、元同僚のトラウト選手も祝福のメッセージを寄せています。アリゾナ州テンピの球団施設で取材に応じ、翔平のことを心から祝福します。僕だけじゃなくて誰もがびっくりしたと思うと目を丸くして喜びました。エンゼルス内でも交際の噂は一切聞かず、トラウト選手も大谷選手が愛犬デコピンと独身生活を送り、野球一筋だと見ていたようです。野球と結婚、僕もそう思っていたよ。ガールフレンドがいたことも知らなかったからと驚きを隠せない様子でした。これまで誰も歩んでこなかった二刀流の道を突き進み、
全てが野球中心といっても過言ではない生活を送っていた大谷選手。日本ハム時代から同僚らとの食事会後の二次会に顔を出さないことは有名で、名がさらに知れ渡ったメジャー移籍後は外食すらほぼしていませんでした。1日に10時間以上の睡眠時間を確保するというストイックな生活を続け、これまでは浮いた話も一切出てこなかった大谷選手ですが、結婚への憧れがなかったわけではないようです。19年12月、インタビュー企画レッドチェアシリーズに出演した当時メジャー2年目の大谷選手、結婚の早いスポーツ選手たちを見ていいなと思うことはないのかという質問には、いいなはありますよ、やっぱり羨ましい、羨ましいなというか、うん、子供がいたりとか、それこそ同級生でも僕結構いるので、可愛いなっていうか、自分の子供だったらもうなおさら楽しいんだろうなっていうのはありますけど、と率直な感情を明かしていました。ただその後、今は野球が優先になっている感じかと聞かれ、うん、その経験してないので、子供がいるという状況も経験してないでしょ、羨ましいなという想像でしかないので、実際に野球はね、やっぱ楽しいし、経験してるので、やっぱメジャーリーグの舞台でホームランを打つ楽しさも知ってるし、試合に勝つ、三振を取る楽しさも知ってしまっているので、やっぱリアルの方の楽しさを今は追い求めてるのかなとは自分では思ってますけどね、と語っていた大谷選手。2020年11月にスポーツ報知の単独インタビューに応じた際には、結婚について、もちろんいい人がいればいいんですけど、今のところはその余裕がない、この 2,3 年は結構リハビリ、手術があってオフもバタバタしていたので、と説明。翌年11月の帰国会見でも、今のところはまだまだといった感じですかね、と答えていました。昨年9月には右肘手術、今季は打者専念となりますが、すでにオープン戦で本塁打を放つなど順調な回復ぶりを見せています。その裏には奥さんの支えがあったのでしょう。今年は節目の30歳の誕生日も迎える大谷選手、私生活が充実することで今季はさらなる勢いをもたらすことになるかもしれません。今後も目が離せませんね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。